もつ鍋や、もつ鍋希釈角、やっぱ歯が裂けたらもつ鍋だよな。歯が裂けたいから。どう、空いてる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 で。予約あんのかもしれません。とりあえずお願いします。なんかホテルの、泊まってるホテルの前の目の前にあるもつ鍋屋さん、もつ鍋屋さん、居酒屋、もつ鍋屋さんやろ。シャカクちゃんっていうの有名なのかな、なんか、あの地元の人が、なんか地元の人がたくさん来てそうな感じのお店で、ちょっと期待大やね。うん、ういし、いい感じや。よし、2日目、博多2日目、えい。おいしい、うま、お通し、お通し、静かなるお通し、だーっとずらされた、うん、春雨マヨネーズ和えやな、これな、俺の好きなパターン、はい、ありがとうございます、うん、うま、朝までやってるの、すごいな、朝の6時までやってる、朝の6時までやってる。これは塩で、塩でいく。これはあれか、いつものやつか。それでもなんか、滑らかやで。豆腐そのものが滑らか。滑らかやろ、うまい。うお、すげえ。すごいすごいすごい。この辺置いとく。置いとくの？ここでやるんじゃない？どこ置いてってなすの？念願のもつ鍋。もつ鍋ってこれ何年ぶりに食うんやろな。昔やったら大阪でも流行ったよ、もつ鍋。元祖のもつ鍋を食うのは初めてやな。火がつきました、火が勢いよく。飛脚さんのメニューの方法は紙に書く、こんな感じで結構忙しいみたいな、紙に書く。しなってきました、しなってきました、うん、もうちょっとで出来上がる。まだしなってきた感じ。豆腐一人前と瓶ビール朝日追加、うん、しかしすごいな、朝までやってみて6時ってすごいな。6時、あ、でも夜働いてるやつおるんちゃう。だから夜働いてる、夜働いてるやつが朝来んねん。朝まで生テレビや。朝までもつ鍋や。お姉さん、これいけそうですかね。もういけそうですかね。あ、全然食べられますよ。解禁、もつ鍋解禁。まだまだ前で食べてもよかったんですよ、キャベツは生で食べれるから。ああ、ですよね。すんまへん、すんまへん、すんまへん。まだや、まだや、貴重な、ゆう、なかなか貴重なもつ鍋からも大事に来たよ、大事に。いくら炊いても油は取れない。ああ、もつ鍋、いっていいですか。もつ鍋、いっていいですか。食べたらいい。そんな詰めたこと言うの。何入れるの。うん、うん、おいしい。エキスが、エキス、もつや、もつ、うん、あ、うまっ。汁もな、これ出汁がめっちゃ効いてんねん。汁はうまい。あんまり出汁入れすぎたらなんか後から困るかな、うん、歯ができたら食べたかったからな。できたら寒い冬に食いたいけどな。あー、うまっ。締めは雑炊、締め雑炊決定や。その向こうのやつ何、一味の向こう、これ何、わかりません。蓋によ襲ってご使用ください。こういうのあるの、これ、これうまいんじゃん。あの、粗挽き、これは、これは唐辛子、知らんけど、知らんで。何も月曜日は、月曜日は豚に襲ってやって、うん、豚に襲って入れたよ。ちょっと辛みを増して、
ちゃうほら。だって、秋のほら、休みの紙を入れてなかったですね。うん、ちょっと辛さが増してうまい。辛さが増してうまい。辛みが後できます。辛みが後でくる。でもうまい。うんかい、うんかい。そば焼酎うんかい。どこ、ボリちゃんの酒。私そば焼酎うんかいの歌うまいな。あ、ちょっと濃い。この間のところで濃い。いいね。あ、うまい。乾杯。ママちゃんの追加のとこ入れた。徹底してもつのだしを味わう気や。やっぱもつ鍋はとことん味わうっていうのがいいね。とことん。だしができた、だし汁をね。うん。どう？だしがめっちゃ効いてるんです。効いてるのがキャベツもうまいな。ママちゃんの頼んだ豆腐を俺もちょっともらおう。豆腐、スイカでもずく。紙にかけてお姉さん言うてたから。お姉さんとりあえずもずく。うん、鍋に入れる。これもずく。スイカのもずく。これもずく。これおやつするみたいな。入れる、入れる。ちょっと待って。あ、うまそうやん。うまそうやんか。もうこれ見た感じがうまそうやん。もずくいっていいっすか。熱い。熱いけどうまっ。ほんまやな、うまい、うまいっていうか、そうめんの代わりになるんだこれ、うん、スイカメニュー。ただいまママちゃんは放尿に行きましょう。放尿に、まあ、朝の10時ぐらいから飲んでるからね。もうそろそろやばいですよ。もう限界や。もう放尿、もし放尿をホテルに戻っていったらもう多分ここに戻ってけへん。なので飛車角さんのトイレに行きました。あとなんかセブンイレブンでビールをワンダース買ってたんで、あれまた今日飲む気やな。やばい。あれやな、でも九州は九州男児言うから女が山ほど飲むわ。スイカの雑炊これ2人前や。行ってください、行ってください。おおおおお、もつの出汁が出た汁に米が大量投入。ルーシーめっちゃいい、うん、これがもうちょっとプツプツって煮えてあげてから卵やろ。私のあれか、うん、まだちょっと煮えてあげないからちょっと火出ましょう。まあ、あとはこれがグツグツ煮えてあげたら卵混ぜたぶって完成。グリ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 。これポテポテになるまで置いとかないと。その間にコーコー食べよう。コーコー、コーコー、まずコーコー。まあ醤油なしの方がうまい。うーん、大根。今日はホークスとバファローズずっと野球やってます。え、これかわいい。なんかもうソフトバンクもホークスもバファローズももともと大阪や、藤井寺と何回と、もう全然違うところの人が経営してますから。こういうなんか地域感をテレビで感じるときこう野球やな、やっぱりな。こっち来るとホークスやってるけど、大阪帰ったらもうタイガースばっかりかな、阪神ばっかりかな。バファローズはオリックスブルーウェーブ。こっちこそ言い出して始めます。卵入れますか。卵入れますか。知らんで、知らんで。おお、ええ感じや、ええ感じやん。もつ鍋の雑炊やんか、生まれたかったことない。すごいね、すごいね。とりあえず雑炊食うためにはまずちょっと汁を減らそう。うわ、うん、あ、辛っ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 。雑炊、山盛り雑炊。
うまっ、うん、うん、うまい。2人前頼んだけどちょっと2人前多いな。ジジババにはゆっくり食べよう。うん、2人前多い、まあ、多いな。でも美味しい。もう2人前いっちゃうとにはしご酒に向いてへんな。これでもうお腹いっぱい。福岡で念願のもつ鍋屋さん、もつ鍋屋さんとか居酒屋の朝6時までやってます。なかなかうまかった。ちょっと2人前多いかな思ったけどペロリでいったな。ごちそうさまです。あとこの雲海を飲んだら帰ろう。あ、これや、これや。さあ部屋戻ろう。もつ鍋飛車角屋さんでした。あ、もうな、暗なってるやん。ごちそうさまでした。逆光だよね。おいしかった。美味しかったです。美味しかった、美味しかった。うまかったな。エキスかな。やっぱもつ鍋はエキスや。美味しい。